パーチャマでございます。ポルトだけでは日本代表ワールドカップ優勝しませんでした。ということで、日本が誇るスーパーアスリート室伏広治さんを日本代表、日本サッカー協会頑張って呼びました。ということで、顔こんな感じ、ボディはというとこんな感じですね。もう上半身ムッキムキのバッキバキですよこれ。で、能力、身長はね、年齢42歳、身長187、体重99キロ、プレースタイルオーバーラップということで、ガンガン前来てパーパーしてくるかなと。で、能力値見てみると、スピードとフィジカル、スピードあんのって思う人いるかもしれませんが、なんだっけ、筋肉番付で、まあ、パワー系で優勝するのはもちろん、スピード系のやつで、確かね、ケイン小杉とかもうボコボコにしてんのよ、ほんと。プロ野球選手の盗塁王みたいなやつとかも、勝ってんだよね。その辺を、表現してみましたと。能力どこだっけ、能力。で、こちらですね。フライパス。やっぱ砲丸だけフライパスが99で、グランダーパスとか55ですけど。プレスキックも、まあ任していいんじゃないか。もうちょっと下げてもいいかもね。で、ヘディングも、なかなかジャンプ力もやばいから。で、ボールダッシュ、ガッチガチの体で、グイッと取ってくれるでしょう。で、キック力はもちろん99、パワーですね。で、スピード90、瞬発力99、ボディコントロールとフィジカルコンタクト、ジャンプ。ね、コラプシングもあっていいんじゃないかな。スタミナちょっと未知数ですが、74は高すぎるかな。68ぐらいにしとこう。でも、あんだけね、大会で活躍してたら、コンディション安定度は7という。怪我体制、怪我してるっていうのも、あんまり聞いたことがないんでね。これで、ちょっと待って。これで行きましょうということで、まずは、ボンバーですね。日本代表に選出して、どうでしょうと。どうでしょう。藤原とか入ってないんでね、ちょっと外していきましょうと。室伏広治、ちょっと、室伏広治、呼び、あ、これで選べるんじゃない、これで。ハーフナーマイク、内田。室伏広治いる？室伏広治。室井、あ、室井か。あ、いた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 、室伏広治。よし、OK と。で、代表もね、ちょっと入れれる人は入れていきましょうかね、なと。森重入ってないよね、確かね。まあ、まだわかんないんでね、実際のそのワールドカップの時に誰が入ってるかっていうのはちょっとわからないところあるんで、難しい、今選出するのは割と難しいんですけど、マッキーの、サッカーいい、室伏、斎藤学が入ってないんだよね、確か。誰が入ってんだ、南野とかも入ってないもんね。増山、俺、棚橋プロレスラーみたいな。前田、さ、誰かいないかな。原口、武藤とか俺、入ってくるんじゃないかと思うけど、武藤って何が悪いんだろうね。なんで入ってこないの。遠藤、森崎。あ、今野入ってくるでしょ。今野だってめっちゃ得点取ってるじゃん。柏木はボンバード。ハーフナーマイク入れちゃう？ハーフナーマイク、内田入れよう。で、あれちょっと、大迫。まさか大迫いないの？大迫いない説あるね、これね。平山ソフトおるやん。鼻くそほじっちの平山ソフトおるやん。あ、この人入ってたよね。あれ？それ前だっけ？今回は選ばれてないのかな？あ、梅崎大好きな。梅崎はね、僕、中学校の時に、隣の中学とかでしたね。柏木、まあ、特にね、エピソードはないんですけども、聞いてたよ。でもめちゃめちゃやばいやつおるっつって。丸山、青木、内田達也、もう僕の世代のね、国見のキャプテンが友達なんですけど、そいつをね結構期待されてた。遠藤入れよう。遠藤、ちょっとこれバランスぐちゃぐちゃになっちゃうかな。宇佐美、宇佐美、岡崎、長谷部、乾、こんなもんかな。ちょっともうちょっと、酒井も入ってるでしょ、入ってるでしょ。マッキノが入ってないんじゃない。マッキノ、いや、マッキノ入れたいけど、まあまあ活躍してたもんね。
入れたいけど、まあちょっと杉原はボンバーということで、杉原、あ、浅野か、浅野多分入ってるよね、確かね。大迫いないじゃん、俺の大好きな大迫、めっちゃ活躍してるもんね。大迫いないね、大迫いないじゃん、なんだそれ。え、よく探したらいるかな。あ、小林、いや、大迫いないよね、これね。作るか、大迫。大迫作るしかねえな、これ。うん、いない。よし、こんな感じでいきましょう。ボンバー、よし。これでいいんじゃねえかな。で、ちょっと今日は、練習、アジアで、アジア。まあ、日本遠征みたいな、ワールドカップ前の遠征的なノリで、ちょっとやってみようかなと思います。リアルなところブルガリアとかじゃないの。リアルなとこブルガリアとか、ヨーロッパ遠征でボンバーしましたよみたいな、リアルなところでブルガリア、どこなんだろうな、まあ、たまに、まあちょっと優勝国、この間のね、あのボルト伝説で優勝したオランダとやってみるっていうのも一つありかもしれないけど、まあ、ちょっとヨーロッパの、まあ、リアルなとこで行こう。ヨーロッパのブルガリアとかだと思うんだよね。ブルガリア弱いやん。チェコ、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド。南米に弱いイメージあるよね。ヨーロッパそこそこ戦えるけど、南米に弱いイメージあるよね、日本って。ロシア、スコットランド、セルビア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス。スイスとかもなんかリアルだな。トルコ、ウクライナ、スイスとやってみよう。スイスとでも能力的にはそんなに変わらないんだよね。ということでここ、室伏工事入っていきます。88、総合値高っ。88万の室伏って考えたら、多分ヘディング、まあ、ディフェンスエース低いでしょ。でボールヘディング、ボールダッシュ、スピード、ボディコン、フィジカルとか、このジャンプとか、この辺ディフェンスの能力ってことなのかな。室伏、88あるよ。世界でもかなり強いセンターバックという能力になってしまったな。山口蛍じゃなくて今野でしょ、ここは今野。今野、掃除引く。本職は、本職でもこの前の適切ついていいような気するけどね。 OMF とかホンダ、そうなるとウサインボルトやっぱセンターの感じしてくるね。こうしよう、ホンダ真ん中のウサインがこうだ。長谷部、酒井、内田入れてみる。一瞬内田入れてみようか。ちょっとね、原口元気、ホンダ、これが、まあ、邪魔的な、ホンダ、邪魔的なジャパンのいい感じじゃないかと。室伏広治来たら絶対負けないよ。だってとかないか。敗因は何だったろうね、ウサインボルトの。まあ、守備、こう、イタリア代表に負けた敗因は、やっぱ世界でナンバーワンというか、まあ、強豪国と言われる、イタリアのあの猛攻、先制したまでは良かったけど、猛攻にこう耐えられなかったっていう、これ人したいなところがあると思うんだよね。そこをやっぱりこう、なんだろうな、気持ちで負けないみたいな、まあ、ウサイン・ボルトもそうだし、室伏なんて金メダル取りまくりでしょ。俺は世界でもトップグループにいるんだっていう、そういうメンタリティを持ったセンターバックが、あのね、もうイタリアの猛攻でも、いや俺は負けないよみたいな、むしろ俺の方が上だみたいな、雑魚があがいてるわぐらいのメンタルで乗り切ってほしいってこと。スイス結構有名なやついっぱいおるな。もうなんか見たことあるやついっぱいおるで。スイスやっぱ強いね。そう考えるとスイスと日本が一緒っていうのはちょっと違うような気がしてきますね。うん、
素晴らしいね。やっぱいい練習相手なんじゃないのこれ。ワールドカップ前の最終調整、現地入ってパーパーみたいな。うん、吉田、原口ね、ウサイン・ボルトは見慣れたもんや。このね、香川とのサイズの差が面白いよね、うん、いいですね。長友がちっちゃくなって、また内田でちょっと大きくなって、キャムロフ氏出たちょっともう日本人離れしてむちゃくちゃ似てない。こう見たら、室伏広治、ウサイン・ボルトはそんな似てなかったけど、室伏広治結構似てない確かルーマニアかどっかの血が入ってんだよね、室伏広治って。なんか室伏のお父さんが、なんか日本人の DNA じゃ世界で勝てないっつって、そのお父さんも確かなんかオリンピックか、なんかわかんない、アジアの世界大会か、なんかアジアじゃない、あのジュニアの世界大会、わかんない、多分オリンピックだと思うけど、出て選手村でもう別に好きでもなんでもないけど、なんかフィジカルやばい女がいたから、あのもう子作りするみたいな、で子供3人2人か3人ぐらい産んで離婚して親権だけ取るみたいな、そういう計画で室伏広治、本当にね、アスリートサイボーグだよ。お願いいたしますということで、ロングフィードあるからな、これビョーン正確ですね。ここ室伏からのウサイン、ここがね、あの日本に新しい武器になってますから。今野もうちょっとね、オフェンスの能力上げてもいいんじゃないということで、ウサイン・ボルトのね、ちょっと影が若干こう薄まった感じありますけど、攻撃のウサイン、守備の、室伏という感じで、ここからね、これあるからボーンっつってこの武器ある、オッケー、ウサイン、いいね、いいよ。でこう香川とか、あとまあ本田のこの日本のサッカー、あいつらが、あいつらって言っちゃってるけど、あの子たちが、あの子たちも偉そうだな、ね、この選手たちがこう掲げる俺たちのサッカーみたいなところも邪魔しないで、な飛び道具的に室伏を、室伏をほらマンマークドカーン硬そうだね室伏は身長でも187とかかな、やっぱでかい、でかいよね。陸上選手っていうかさ、砲丸投げの選手、あ来たの中でもそんなにサイズでかい感じしないから、やっぱ外国の選手たちっていうのはでかいもんなんだね。さあ来た、ボルトがね、おっと、ボルト取っちゃうねん、そこどうでしょう。ボルト、みんながボルトだいぶ愛着湧いてきたんじゃないの。めっちゃ切れてますね、めっちゃ切れてるわこれ、怒るこのね、まあ室伏、まあワンチャンこの試合でやばかったら、あの代表落ちっていうのも考えられますからね、テストですから。みんなもね、室伏の動きをねぜひ見てほしい。室伏62か、割とあるな。室伏に蹴らしてみるか、キック力が半端ないんで、ここのキックあるんじゃない、こっちに蹴ったら入るんじゃない、ダガーンって怖いね、怖いよこれは。あの体、あのね、ほんと体つきから繰り出される、もう弾丸のような、弾丸というかもう砲丸ですよね。間違えて砲丸蹴っちゃわないかな。おお、いいじゃん、体張って室伏頑張ってるよ。ここボルトのスピード生かしていきたいね。ここな、この縦のグインが、おら、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ボルトは相変わらずいいよ。ここ出ますか、あ惜しい、どう、なんかただうね、なんだろう、室伏入っただけなのに、なんかこう攻撃のやっぱロングパスっていうのも増えた、まあそんぐらいなんだけど、オフェンスのね、なんか循環も良くなってるような気がしますね。勝てないか、それやっぱりあのね、世界トップクラスの砲丸投げの、あ来た来たよこれ、あー惜しいな、パスが、トップクラスの砲丸投げの選手が日本代表入ってくれたよみたいな、やっぱり安心感なんだろうね。俺ここ正確だもん、ここがね、もう簡単に攻めれるようになった、ビルドアップいらないよみたいな、
室伏からもうボルトにドカーみたいな、あ負けちゃった室伏、あれ室伏負けたぞ今、そういうの、そういうの 負けない選手であってほしいんだけど。ボルト、ボルト、おお、このな、このさ、バーストだけでめちゃくちゃ速いもんね、速い速いやっぱりもう相手はね、完全に、あもうスライディング、ファールで削って止めるっていう意識がある、一回やっぱ世界デビューしちゃって、ウサイン・ボルトっていうのはどういう選手が来た、原口、あ、惜しいね、いや、でもなんかすごいスムーズになってて、まあ、室伏が、を見てもらうっていうのは、この動画でもちろんあの見てほしいところなんだけど、ちょっとねウサイン・ボルトがだいぶ馴染んできてる、これやっぱりこうどん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 ね、このシリーズ負けたら選手を追加していくっていうモードになってるんですけど、モードっていうか俺が勝手にそのそれをねモードとしてあるような感じで見てるんだけど、このね新しい選手が入ったら新しい選手の能力もちろん楽しみにしていただきたいですが、それプラス、あった危ない、それプラス前回入った選手がこうどう馴染んでいくか、あ川島入れてねえや、見ていただきたいなと。長谷部から今野、今野の何がいい、今野って何が優れてんの、オフェンス能力がもうちょっと高いのかな、点取ってるってことはポジショニングとか嗅覚が、こぼれ球がこう来るよみたいな嗅覚があるってことだもんね。さあウサイン・ボルトスピード生かしていけ、 OKOK、 おおトラップ、だいぶ上手くなってないかボルト、ほらほら逃げればいい、そうそう、あ惜しい、もうテクニックがないけどスピードでもうどんどん逃げていくみたいな、どんどん逃げていって点を決めていく、素晴らしい、これはね俺のね実際俺のねこうプレーマイクラブとか見てる人でもそのね判断って必要だなって、必要な能力なのよ俺、1人抜いたらね2人目のプレスあんまり見てない、ナイス室伏ところがあるんだけど、そこをねこうボルトのスピードテクニックは使わずにスピードだけで抜き去るっていう、そのプレーはね結構必要になってくる、あボルト、あ惜しい、惜しいな、室伏のオーバーラップある、あ見せてる、全然オーバーラップしてきてないような気するんだけど、必要なんですよ、うん、2人3人を同時に動き、もう大体俺ねサイドで1対1でこう1人を見ちゃうわけ、俺これディフェンスこう抜こうかなみたいな、でもこう抜いたらもう1人もこう来るよみたいな、その2人を向きながらこの2人をどう抜いていくか、それをねあのその能力がこのボルトのドリブルではね必要になってくるんで養われる気がします、かなりね、だからこのね企画もただふざけたやつじゃなくて能力が必要になってくる、危ないぞと、ボルティ、ボルティが長友がこう来てナイス、さあ来た、 OK、 ホンダ、あ惜しいな、原口の運動量もどんどん見せていってほしい、で結局ねあのコメントにあったんですけど、昨日なんだかんだ日本を救うのはやっぱりホンダなんだや、ホンダなんやなみたいな、おもろくしないです、そう見るとやっぱホンダってすごい選手なんだなって、昨日のイタリア戦のミドルあれエグかったもんね、あ来た、あ欲しいな、ここはねなんかこうどんどんねどんどんボンバーしていきたいと思います、あ惜しいな、ダイレでねボルトに出せば割といい、ボルトにウイングプレイヤー、ウイングなんだっけ、ウイングフォワードだっけ、つけるか、ラインブレイクし、ちょっと日本だとサイドで使うことになりそうだもんね、本番もね、そうしたらラインブレーカーよりウイングなんかプレイヤーみたいな、ウイングフォワードだっけ、なんだっけ、あの能力の方がいいような気がしてきた、香川もねいいところでこの狭いところでボールをもらう技術がかなり高いから、相手はもうこういうファールをね誘えると、ホンダの迎え点いくかお願いします、うおー、ホンダ神だね、めっちゃ綺麗に入って、俺こんなめっちゃ綺麗にさ逆サイドに行って入ったの
2017年で初めてかな、ベイルとかロナウドとかイブラとかディマリアで蹴ってたけど、結構人によってブレ方が違ってて、ロナウドはねドライブみたいにはなるんだけど、ドライブになったって別に取れるじゃん。やっぱ左右の大きいブレがないとね、やっぱ入んないのよ。えぐだって完全に逆サイドまで行ってんじゃんね。こっちが狙ってるからね、こっちが。うわぁ、キーパー取れませんよ。なんだかんだホンダなんやなっていう話をした後に、このホンダの大活躍、素晴らしいですね、本当にね。さあ行きましょう、長谷部ボンバー。ホンダがねこれあるかもしれんと。ウサインボルト、あ、もうスタミナがやばいね。うん、ムロッシー悪くない、今カバーリングのポジションね。今するね、ヘディングで勝ちそうだったけど、負けた時にこう行くよみたいな。ラインブレイク、よし、危ないです。本当はね、ボランチで、ムロッシーボランチありかなと。スピードで、ほら、触るも先に。その後、まあ、ボールコントロールがないから。ムロッシー、エンボロにも、エンボロ。ね、バロテッリ2世と言われたエンボロ。負けませんでーす、つって。いや、来た、あー、惜しい。ギリギリだね、でもね。スイスもこの、ボルトのスピードに全然ついていけてないもん。よっしゃ。あー、惜しいな。いいね、長谷部。これ、バランス感覚がいいね、やっぱ長谷部はね。山口ホタルは結構守備戦みたいな。で、前でボール、前上がっても結構パスとか下手だし、あんまりオフェンス上手くない感じだけど、長谷部はやっぱりね、もう全体のバランスを取る。まあ、攻撃行くときは行くし、守るときは守るみたいな。そういうやっぱ、中盤のもうなんかね、ボランチに必要な能力、舵取りみたいな、そういうのができる。でもキャプテンにふさわしい素晴らしい選手です。室伏いいね、ほんと室伏だな。遠目で見たらこんな感じでいるよね。世界陸上こんな感じでいるよね、室伏。ほらっつって、室伏やばい、室伏やばい、素晴らしいよこれ。はい、ボルト、あ、惜しいな。室伏のロングフラスルからボルトが抜け出してみたいなシーンもね出てくる。危ない、ほら危ない、ちょっと今ちょっとね、やっぱ経験不足なのか、あのえ、このプレーの後次どうなるのみたいなのがちょっと見えてなかったから、完全にね身体能力というよりはもう経験でこう今日疲れたというか。おお、ボルトのスピードでここ取れていくと狙っちゃう。またホンダまた狙っちゃうか。これ右にずれたからな、こんぐらいじゃない。あ、もうちょっとゲージが必要だったね。さあ吉田もいい動きしてる。吉田もこう経験の、ムロフシもこう寄ってくる。おっと、バルテンディ2世が見せていくが、ジェマイリ、ここ吉田、あ、ちょっと見失っちゃったかな。あ、怖い怖い、ナイス、室伏、ドカーン、強い、結構飛ぶよ、マジで。あの一瞬でだよ、助走なしでドカーンだ、ここまで蹴れる、日本人の身体能力ではまず無理ですよ。お、室伏、いけ、室伏、ほら、フィジカルでぐんぐん押していくからね。あ、やばい、あ、惜しい。いやー、今のこのプレー見ると、ちょっとやっぱ内田の頭脳とかスピードよりは、酒井の高さ、必要かなっていうのがね、チャマ監督の目には止まりましたね。ちょっとフィジカルで負けちゃうだろうしね、絶対内田は。やっぱあのね、ゴリ酒井の良さっていうのは、やっぱ外人並みの身体的、フィジカル、身体能力まであるか分からんけど、サイズだよね、サイズ。しかもそれがサイドバックでパーパーみたいな。確かあの人も187ぐらいあるんだよね。そのサイズで、おっと、そこにパス出しちゃう。そのサイズで、おっと、ナイパー。もう、ウサインボルトが反応できてない。いや、でもここワンチャンがあるね、これね。ワンチャンが。リカルド・ロドリゲスも、見たことがないぞ、そんな。サイドバックからのプレスキックみたいな。プレスキックじゃないか。フィード。ナイス、長谷でいいね、これ、室伏が、ドガーン、いや、すごいわ、これ、武器だよね、完全に、ここ、ちょ、室伏、ちょっとスタミナなくなってきてますね、
オッケー、ほらで、これドガーン、ショートパス下手だからちょっと短めになるっていうね。そう、キック力がね、あってもね、あ、惜しい。キック力あってもパスの能力が低いとパスがね、短くなりやすいっていうのが今作ですね。で、いつオーバーラップするの、負けてる時とかにオーバーラップするのか。お、いいね、室伏。フィジカルで相手を圧倒して、相手の判断、遅らしていくと。相手はもうパニックっちゃうから、あそこパスミスみたいな。ボルト、スピード見せろ、ボルト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 、速い、遅い、もうスタミナがないよ。オッケー、1-0。親善試合。勝ちました。なんでこんな、なんで、なんで陸術選手が2人いるんだろうな、みたいな感じで、親善試合だから、まあ、ええけど、みたいな。なんでいるんだろうな、っていう感じで、腑に落ちないけど、まあでも、現実にあるから、なんかこう、教会の偉い人とかが、OK したんやろな。なんやろな。ということで、室伏、僕はね、見てて、合格点上げていいんじゃないか。ほら、評価点吉田より高いもんね。思いました。うん。室伏、パス4-3。平均速度10キロ。あ、吉田か、これ。ドリブル距離。え、吉田と一緒じゃん、平均速度。10キロ。足速いはずなんだけどね。まあ、それを見せる。っていうか、まあ、あれなのか、これ、ボール持ってない時の速度も測られてるの？動いてない0キロっていうのもあんのかな？動いたら？みたいな。そういう考えで、こうやってポジショニングちょっとずらしたりとか、いうので、まあ、スピードは出にくい可能性ありますけど、まあ、パス成功率12-6ですから、まあ、割と低いんだけど、まあ、これはね、やっぱ、センターバックの選手で、パス成功率12-6は低いと思われがちなんですが、まあ、この人、もう、言ったら最後のスルーパスみたいな、ロングフィードを出すんで、まあ、こういう数値になってしまうのかなと思います。いざ、ワールドカップ。行きましょう。絶対勝つぞ。絶対優勝！おう！どうも見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな、人生楽しもうぜ！